獅子肉、獅子肉、猪肉、獅子肉、蝶肉は、猪シシの肉。食肉とされる。ボタン肉とも呼ばれ、由来は、獅子に、ボタンという金星に流行した取り合わせの良いものを指す。聖句から獅子を援護として、猪シシに置き換えた説。煮込むと縮れた、思考色の油肉になるのが、ボタンの花のようである説。皿に並べると鮮やかな彩りが、ボタンのように見える説。 花札の絵柄から来ている説がある。また、獣肉食を避けた名残で山クジラという別称もあり、汚れ意識と現実の辻ま合わせのため言い換えて食べていたとも考えられる。肉色は赤く、鯉イノシシではピンク色になり、肉質は豚肉に近い。系統などが固定されていないため、家畜と比べて個体差が大きい。また、メスより、オスの方が肉が柔らかいとされる。 捕獲したイノシシを、刑事で飼育することもあるが、家畜用の飼料を与えて、運動量が少ない場合は、豚肉と同様の食味になる。野生動物の肉としては、需要が多く、フランスでは1984年の時点で、年間6万頭の狩猟だけでは需要を満たせず、飼育業者から年間3万6千頭が出荷され、イタリアやスペインから年間900トンの獅子肉が、 輸入されていた日本では20世紀後半に年間後から8万頭だった捕獲数が2002年以降は20万頭以上に増加しておりかつ鹿などと比較しても活発に食肉として利用されている歴史的には旧石器時代から現代までを通じてイノシシは人類にとって重要な狩猟対象となっているこのため日本では 縄文時代早期の遺跡からもイノシシが出土する。イノシシは縄文時代を通じて鹿と共に主要な狩猟獣となっている。また、狩猟だけでなく飼育の対象にもなっており、特に豚は長距離の移動が困難なため、移住先でイノシシを捕獲して飼育する試みがユーラシア大陸各地で行われてきた。日本列島では縄文時代に イノシシの使用が行われていたと考えられており、弥生時代には大陸から家畜化された豚が導入された。解体時に素手で触れたり、調理時の加熱が不十分な場合、ウェステルマン排球中や夕張り、上虫、洗毛虫が人間に感染することがある。また、野生の死肉の喫食が原因となった E 型肝炎感染も報告されている。射殺した場合は、 できるだけ早く、血抜きを行う。入り表塔などほとんど、血抜きをしない地域もあるが、その場合は特有の臭みが、肉に生じる。皮を剥がない場合、ガスバーナーで体毛を焼いて、水をかけたワシなどで皮をこする。匂いが強い尿は、肉に付着しないようこの時点で絞り出すこともある。頭部を、胴体から切断し、腹部を切り開いて、内臓を取り出す。 胆汁は強い匂いがあるため肉にかからないようにし、レバーや胆のなどを分割する。血抜きを十分に行うためには、ここで、さらに清流などで肉を推薦する。ここまでは狩猟者が処理を行うことも多い。フランスでは、この状態で10日間ほど置いて、柔らかくなって熟成するのを待つ。皮を剥いだ後、胴体の肉は肩、ロース、バラ肉、桃などに切り分けられる。 日本では野生のイノシシは、土地区情報の対象外のため、ガイドラインや処理マニュアルを制定している、死体も多い。解体までに獣医師による、病原微生物や寄生虫の検査が行われておらず、リスクの高い肉と指摘されている。寄生虫症、E 型肝炎ウイルスや、病原性大腸菌などの食、中毒原因病原体に汚染されているため、生で、食用とした場合、 感染症を発症する恐れがある。厚生労働省は、よく加熱して食べるように注意を促している。2016年に、熊肉の焼肉やカツに調理した料理を食べて、専毛中、鳥ひな食中毒を発症した事例を受けて、厚生労働省、改めて、野生長獣肉の衛生管理に関する指針、厚労省、2014年の遵守を求める通知を、発した。 ジビエ肉を食べた当人に自覚症状などが出なくても、その献血から輸血された病人が、ジビエ肉由来の病原微生物により発症した例も、報告されている。また、人だけでなく、ペットに対しても、重生肉を与えることを止めるよう指摘している、獣医師もいる。イノシシを家畜化した豚と同じ分野を比較すると、水分やミネラル、タンパク質は、獅子肉の方が、 豚肉より多い。一方で、脂肪やビタミン B1 は豚肉の方が多く、特に獅子肉の脂肪はバラ肉でも約12%と豚肉の半分以下である。また、体重が 30kg 未満の個体の肉は、それ以上の体重の個体に比べて加熱後も柔らかく、肉汁の量が多いという特徴がある。吐殺後、獅子肉中のタンパク質は、 酵素などの作用によって代謝される。この際、土殺後の温度が高いほど、グルタミン酸の生成量は多くなり、また冷蔵保管すると、時間の経過とともに、グルタン酸が増加する。一方で、イノシン酸は、摂取5度以下で冷蔵すると3から4日後まで増加し、その後は減少に転じる。このため、土殺後に、 外気温で放置すると、グルタミン酸は豊富だが、イノシン酸極度に少なくなり、冷却した方が、両者の相乗効果によって、うまみが増す。下キのイノシシは、栄養状態が年間で、最低の状態にあり、周期から喧嘩類を食べると状態が改善されて、初頭までにかけて、脂肪の蓄積量が増える。また、年ごとに異なる、喧嘩類の採取可能量や種類によってもイノシシの、 栄養状態は影響を受け、クヌギなどのコナラ属より脂肪含有率の低いスダジーなど、シー属の実が主な食料となる場は、獅子肉の脂肪量は低下する。獅子肉に含まれる水分は、夏から秋に捕獲されたイノシシの肉が最も少なく、冬に捕獲されたものが最も多い。また、加熱後の肉汁の量も、陶器のものが最も多く、一方で、 硬さを表す、剪断力は、牡蠣のものが最も高い。すなわち、陶器に捕獲した獅子肉は、ジューシーで柔らかく、牡蠣の獅子肉は硬くて、脂肪含有量も低いという傾向がある。陶器の獅子肉は高価格だが牡蠣は、需要が少ない日本の市場の傾向は、肉質の特性を反映していると考えられる。フランスなどでは、調理前に赤ワインや香味野菜につけて、 マリネ処理を施すことが多い。テリーヌやローストポークなどの料理に利用される。バラ肉は、トーバ肉、肩肉は、ブラウンシチューにそれぞれ適している、という報告もある。日本では、ボタン鍋が冬の味覚を代表する料理の一つと言われる。また、焼肉やチャンプルーなどにも用いられる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。